おはようございます。我がんせのかげやんです。今日もよろしくお願いします。ということで、ヒマラヤラジオやっていきたいと思います。えー、っとですね、僕がこう、月1回ね、こう、楽しみにしている、えー、ハンバーガーっていうのがあってですね、これはですね、僕が大好きなお弁当屋さん、ほっこりキッチンのハンバーガーなんですけども、これがね、えー、月1 1> 1回やと思うんですけどもハンバーガーボックスっていうのをね、こう、前日までに予約すると、えー、注文できるものがあるんですね。で、えー、そのハンバーガーボックスが700円かな、えー、なんですけども、ポテトとハンバーガーと、もう一つお惣菜1品が、えー、もらえると。で、700円というところで、このね、ハンバーガーがね、 抜群ですね。僕の中で言うとね。うん。その、ほっこりキッチンさんが作られるハンバーガーなんで、あのー、やっぱり栄養価が高いというか、その、体にその、良くないものではないっていうか、その、えー、しっかり栄養のあるものでっていう形になってると思うんですけども、その、まずね、バンズ、えー パン,の方ですね、パンの方は何かあのー、どこやったかなうんーまた名前が出てこないですね最近名前が出てこないことが多いんですけどもえー、それおいしいパン屋さんのそのパンを使ってでえー、中のハンバーグはこうほっこりキッチンさんが作られているというところでこれがね何て言ったらいいんですかねこうえー 例えば、ハンバーグを食べるときの、ああいう感じのボリュームのあるハンバーグなんですね。ボリュームがしっかりとあるハンバーグ。なんかこう、薄いこうハンバーグではなくてね、ハンバーガー用の薄いこうハンバーグではなくて、がっつりしてるんですね。がっつりしたハンバーグで、 美いしさはもうもちろんホっこりキッチンさんなんでこう抜群に美味しいんですけどもほんでパンも美味しくってこう食べるとあこれうまいなってこうぐっとこう食べてしまうでポテトがねまたねこの美味しいんですねえー、こうフライドポテトのこう細いやつありますよねこう細いポテトではなくてあのー、えー、っとモスバーガーみたいなポテトですねの感じの ポテトになってるんですけどこのポテトもねうハンバーガーを食べてポテトを食べてっていう形でねでお惣菜が一つこれもこうお惣菜はいつも通おりこうほっこりキッチン買ってる方はまあ知っておられると思うんですけども美味しいこうえものでっていう,こう土曜日なんですけどもえ月1回こう月末の方になるとこうやらはるのかな詳しく分かんないですけどその日日ね のパターンはよく分かってないですけどもそしたら僕はこうああ今月もやらはんやなと思ってこう注文するというところですね、えー、インスタグラム出てるんでそっからね、えー、見てそれで申し込むっていう形ですねでこういうのがこう一ついいですよねなんかあもう月末なんやなと思うこともありますしああハンバーガー食え 食えるっていうか食べれるなと思って、ええー、まあそれがこう例えば毎週やとね、またこう注文もこう毎週毎週注文するかっていうとそのちょっとわからないんですけど月1回っていうこういうのがちょうどいいですよね。うん。だからこううまいことうまいことそういう風にこうやられてる。でこれはどうどうなんですかねそのもともとこう。 ハンバーガーはやろうと決めておられたのか何かお客さんにハンバーガー作ってって言われはったんでしょうかねどういうことでお弁当屋さんがハンバーガーを作ろうと思わはったんかなというのはありますほんでたぶ、えー、ハンバーガー作るんであればほっこりキッチンで作るんであればとこう本格的なものにしようとこう決められたんだろうと思いますね美味しいものにしようとでこうお子様が食べてもこう安全なこう、えー、ハンバーガーっていう形をこう取るだろうなと だ、ねうん、なからながこれはすごいです。ほんでだから僕ハンバーガーって1個食べてもねちょっと物足りんぐらい普通やったら物足りんなと思うんですけども、えー、ここのほっこりキッチンのハンバーガーはねこのハンバーガー1個とポテトとそのお惣菜でも十分お腹がこが満たされる状態になりますね。でやっぱり栄養価が高いもの食事をねこうするとですねあのやっぱり。 お腹はやっぱ満たされやすいですね。それをほっこりキッチンさんのお弁当なんかでもよくそれは思いますね。その… やっぱりその量的にむちゃくちゃ多いわけじゃないけどもそれを食べたらですねその栄養価の高いもので美味しいものになるんでそれをこう、えー、まあ早食いしたらあれですけども普通に食べるとそこでもお腹は満たされてもの、えー、食べ過ぎるということがこうない状態になるんかなというふうに思いますでダイエットのねこう基本としてですねやっぱり栄養価の高いもの高い食べ物をですね、えー、少量食べる形をこう取っていくそういう習慣 をつけててていいいいくくとととこここううううダイエットっていうのはでできていくというところなんでねどうしても栄養価の低いものであったり炭水化物っていうのはこう食欲を増すというかもっと食べようもっと食べようとこうしてしまうんでですねえなるべく栄養価のこうなるべくというかもう本当に栄養価の高いものをこう食べていってそれを美味しいと感じられるえ自分になっていくっていうのがこうまあダイエット とととの秘訣といううかかね形かなとこう痩せていく形をとっていくとよりこう痩せ、えー、や,やすい食事が美味しく感じられる状態になる。それはたまにラーメン食べたりとかねそういうのは全然、えー、あ,るあるとしてもですねその やっぱ基本的にはね野菜が美味しいとこう感じるようになるというかねそういうふうにこう体が変化します僕は今そんなに細いわけでもないですけども、えー、やっぱり野菜よし野菜やなそのサラダやなってサラダ食べれるっていうそのうれしさみたいなものがうれしさっていうかその あるなということで、それはこう好んで食べるという形ですね。わもうこう無理無理やりこう無理して食べるっていう形ではなくて、あサラダ を好んで食べるといいうううかねそういう形になります、うん、これがね、どんどん太ってくると、もう野菜よりもですね、なんかこう、炭水化物であったり、パンとかね、えー、そういうものをどんどん食べたいなぁと思うようにこうなってしまうんですよね。うん、これが不思議なもんで、太っていれば太っているほど太,い太りやすいものを食べたくなるし。 痩せていけばいくほどその太りにくい食べ物がおいしいと感じられる太りにくいというのはその栄養価の高いものですねこれをこう食べたくなるというところがあります。私は自分が好きで、ね、た例えばたまにアイスクリーム食べるとかドーナツ食べるとかラーメン食べるとか,ピザ,るとかピザ食べるとかあってもいいと思うんですけど基本的にはその栄養価の高いものをこう食すという形がいいかなというふうに 思いますちょっと話が、えー、違う方向に行っちゃいましたけども、えー、月1回の楽しみのハンバーガーということですねほっこりキッチンの、えー、ハンバーガーボックスですね、えー、についてねお話しさせていただきましたでは今日もよっしゃーでいきましょうどうもありがとうございます